もうこれ奥の選手にこれカットされるリスク高いんですよね。でどうするかというと、はい、こんにちは、中川です。今回ですね、ガードの選手からインサイドの選手、このポストアップにパスをする時の、大切な考え方ですね、これについてご紹介します。で基本的にインサイドの選手がいいポジションで面を取った時はこれパスが欲しいんですね。でこのように、ガードの選手がいてインサイド、その間に必ずディフェンスがいるんですね。でディフェンスの選手がもう手を挙げてですね、こうパスコースをしっかり遮ってきます。でそんな中パスしようとしてこうカットされたりですね、もしくはパスしようとして、あ、出せない出せない、でもうなんかディフェンスに差し込まれてもうチャンスを失って、こうインサイドの選手がもう目を取ったプレーができなくなっちゃうということが往々にしてあります。でじゃあどうすればいいかっていうお話なんですが、こういう時はですね、基本的にちょっと距離がこれ長いのでこれ簡単には通せません。これ仮にガードの選手を通過したとしても、これ奥の選手にこれカットされるリスク高いんですよね。でどうするかというと、自分自身の角度を、すぐに作ります。ドリブルで動きましょう。そこから安全なところからパスをして1対1っていう形で、これをテンポよくやるってことがとっても大切です。これをちょっとライブでお見せします。まあ、このようにパスが流れてインサイ、オッケー、1対1、そうこういう形ですね。こういうふうにテンポよくインサイドのプレイヤーにパスをしてあげることで、得点もしやすくなりますし、バスケットのテンポが生まれて次からも選手が頑張ろうという形でモチベーションアップにもつながります。ぜひですね、このパスをするときは角度を素早く作って、素早くパスを落としてあげる、これをぜひ意識、されてみてください。はい、今回はですね、ゴール下の選手への、パスをするスキルについて、ご説明させていただきましたが、これとはまた別の外回りから1対1を仕掛けて相手を出し抜いていく、ワンオンワンの実践的スキルですね、これを今4つほど、プレゼントさせていただいております。でそのプレゼント動画がですね、この動画の説明欄に登録フォームがございまして、そちらから、ご登録いただきますと、プレゼントさせていただいております。でかなり日本全国で、好評いただいておりますので、ぜひあなたのゲームでもですね、そのワンオンワンムーブをご活用いただいて、大切なゲームでお役立てください。それでは今日もこの動画をご覧いただきましてありがとうございました。